リニアオートマタバージョン 1.1 へポッドのポッドキャスト、ニーアオートマタバージョン 1.1 へポッドのポッドキャスト第10回です。お相手はポッド042役の私安本博樹です。この番組はポッドキャストだけでなく Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Aniplex、公式 YouTube、音声各所でお聞きいただきます。番組のハッシュタグはポッドのポッドキャストです。アニメの感想、ハッシュタグは人類に栄光あれ、アニメとラジオともにお楽しみくださいというわけでございまして、前回に引き続き増山監督に来ていただいております。はい、ニアオトマタ、バージョン 1.1 へ監督の増山亮司です、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけでございます。前回は一応9話10話の振り返りだったんですが、先にちょっとメールとか読みます、なんかあります、読めるメール、ね、なんかありましょうか。こちらアキナさん、最近アニメを見始めてがっつり沼り、グッズを爆買いしてしまい毎日が幸せです。ありがとうございます。作画が綺麗でゲームもやりたいと思うほどになってしまいます。多いですね。 2B はかっこいい素敵な女性だし、 9S は少し可愛げがありながらも 2B を支えて、2人は良き相棒で毎日が定々渋滞で溢れ返っています。ニーヤの言葉を最近調べ始めて、なんでもっと早く知らなかったのだろうとつくづく思います。ありがとうございます。これでね、なんで知らなかったんだろうと思って調べていくと、いろんなものにぶつかるんですよ。あれ、これって違うゲームのあれなのとか、あ、それってプレス2のゲームなのどうやってやるのとかぶつかるんですよ。で、本当はこういうことあんまり言うのどうなのかなと思うんですけど、どうしても昔のそういった時系列が知りたい人は、横尾さんは実況動画を見てくれてました。そこはそう言うんですね。もう DOD は実況動画を見てくれと言ってました。まあ、時系列の並び方っていうのが本当難しいんですけどね。このドラゴンドラグーンっていうのがまあ元にあって、ドラゴンドラグーン1ですね、それのまあ新宿エンドと言われるやつがあるんですけども、それの続きがニーヤレプリカント、ニーヤゲシュタルトで、それの続きがニーヤオートマタと、ざっくり言えばそんな感じです。そのでもその中でのいくつか派生があるエンディングの1個、そのエンディングっていうのが CD ドラマとかでしか描かれてなかったりするんですけど、あと小説か、それの中の1個の先がこのニーヤオートマタだよっていうことなので、そんな感じでざっくりでさせていただきますが、でもすごいこれなんか応援していただいてありがたいなっていう気持ちが伝わった。そうですね、このアニメで元を知って元を好きになるっていうのは、これはこれで嬉しいことですよね。嬉しいことです。放送途中でツイッターとかで応援していただいたりとか、あとなんかグッズの逆差し入れ謎のこう差し入れがあったりとか、ちょっとスタジオにファンレターもあのスタッフに届いたりして、すごいこちらとしては気持ち的に応援していただいて、なんか嬉しかったですね。これもともと監督はニーアオートマタというものはどうだった、やってたんですか。いや全くです。そのもちろんそのゲームのなんか、うんうん、あのビジュアルはこうすごい印象的なので、はいはいはい、そこは知ってました、うんうんうん、でそれだけです。アニメやりますせって言って、ユーやってみなよって言われるわけじゃないですか、はい、その時にまあ触れてみるわけじゃないですか、はい、ゲームってもともとやられるんですか。全然やらないです。はあ、もろどう感じました、やってみて。本当にゲームやらないんで、うん、あの触ってみて、あ、まあ、もちろんそのイージーですけど、うん、イージーでも全然できますからね、はい、すごいそのイージーでのやりやすさと、うんうん、あとはそのやっぱムービーの美しさみたいなところ、うんうんうん、ビジュアルのなんか良さみたいなものでこう進めていくと、じゃあ映像化するって何が必要かみたいな、これは自分の中でちゃんとエンタメとして消化できるかみたいなところなんですけど、うんうんうん、それがニーアオートマタに関してはすごい刺さったというか、うんうん、なるほど、映像化する大変さはあるだろうけども、うんうんうん、まあ、これは間違いなく面白いものができるぞっていう確信がそこで持てた感じですね、そのゲームを触ったことにより。いや、そこから結構それこそ、ね、先ほどのメールでも僕もちょろっと言ったけど、知っていくうちに、知っとかなくてもいいけど知っといた方がいいものが多い作品じゃないですか。そうですね、流れだったりとか、はい、それはやっぱり一生懸命勉強したんですか。そうですね、じゃあこれ見といてください、あれ見といてくださいって言われたわけではないんですけど、うん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 、まあ、一応その舞台の、あの DVD だったりとかは、うんうんうん、そのいただいたりとかしてちょっと見たりとかしたんですけど、うんうん、じゃあそれ以外で言うと、その横尾さんをまず知らなきゃいけないみたいなところからなので、なんかインタビューとかそういう動画を見たりして、あ、こういう人なんだみたいなところから始まって、なんかいろんなそのウェブに残されているインタビューのを点在しているものをこう拾い集めたりとか、イベントを見る範囲で見たりとか、まあ、そのイベントをまとめたものの情報をこう拾い集めたりとかっていうので、ファンとのそのニーヤが持つ距離感みたいなものをこうそこで知って、うんうんうん、あ、そうか、同じことをしてるわけですもんね、ファンの皆さんと。確かにそれっていうのは、あ、こういうファンとの距離感をこの作品は持っているんだみたいな、うんうん、でファンはなんか、あ、こういうところが好きなんだみたいなのをこう、うんうん、なんとなく理解した上で、じゃあ作品作りもそれに生かせないかなみたいなので味を加えてる感じがありますね。サービスといえばサービスだけれども、
まあ、このスパイスとしてこれも一個あった方がいいよっていうのはちょっと混ぜつつみたいなことですね、はい、ただそれはなんかその自分と食い合わせが良かったんですよ。いわゆるそのスクリーン本社のいわゆる座標を入れたりとか、ああいうの自分も結構好きというか、ああいうこういたずらが好きなんで、あとはその自分はなんかこう人を楽しませる、なんかどうやったら人が驚くだろうみたいなこともなんか好きだったりするので、なんかそことうまく合致したのかなみたいな感じがありますね。ニュース映像みたいな一瞬流れて東京タワーにもなんかぶっ刺さっちゃったやつとか、はい、ああいうのとかもまあ知らないままでも当然楽しめてるものだけど、はい、あそこからの派生でいろいろ生まれたんだなっていうのを知ってる人からするとあっていう、まあ、一瞬こう、まあ、ザワッとするんですよ。サービスっちゃサービスなんですけど、はい、それは結構ふんだんに入ってますよね。そうですね、いろんなところにいろんな仕掛けがね、まだどこまで行っていいか分かんねえんだよな。まだもう全部行っていいんですかね。いいんじゃないですかどうだろう、あの探すやつは別に言っていいんじゃないですか。もうそろそろ言います。じゃあ、全12話なんですけど、前話登場している人が、まあ、トゥービーちゃん、はい、ちなみにもう一人だけ前話出てる人いるんですよね。そうですね、赤い少女さんがですね前話に出てるんですよ実は喋っちゃいないんですが、でも1話でそのラストのあたりでこうバンカーの窓に映り込んでるのを気づかれた方は割とすぐいたんですよ。であ、本当すぐ気づくな。だからもうそこから見てるよ、まあ、彼らはもうそのアコルとはまた違う観測者みたいなポジションで、はい、まあ、見てる人なんですけど、前話にいるんですよ。はい、実はその6話も含めて実は前話いて、ただ生半可じゃ見つかんないですウォーリーを探せの難易度かける13倍ぐらいです。そうですね正直あの、ね、見つかんないです。あとここにいますって俺は知られて俺切れそうになったから分かるかいっつって切れそうになったのがいくつかあります。これまだ全部見っけてる人いない、これまだ言ってないか、言ってない、一応公式的には言ってない。ここが初出していいんですか今ならまあもう全部配信されてますから、はい、振り返って探すという新しい遊びかもしれないですけど、遊び方でぜひ振り返って全話見ていただけると、全話のどこかにいるんですけどマジで見つかんないのもある、はい、切れそうになるやつがある。別にオープニングに毎回いるからそういってことじゃないです、うん、オープニングじゃないです。オープニング外してください、はい、オープニングなしです。でエンディングにはいません、はい、本編の中にいます。本編のどこかで赤い少女たちが見てるんですよ。だ、赤い少女が露骨に出る回はそれは出たことにカウントされるので、あ、そっか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 、はい、それはまあ最後の方でね、はい、うんうん、あの前話にあの見切れと言いますか、何と言いますか、まあ、何かしらの形でチラリズムしてたりとかっていう感じですね。これが僕が一番言いたかったやつですね。ずっと我慢してたやつですね聞いちゃったんで、あら、いるんだと思ったけどずっと言えなかったやつですけど、でも毎回見てても気づかないんですよ俺は。いるって聞いてっから見てんだけどどこにいんのと思ってで後半戦もだって9、10とかも俺分かんなかったですもん。あまあもっと削りないとね、もうがっつり酔うってなっちゃうから、まあまあそれはそれでなんですけど、うん、そういう仕掛けとかもある。他にもなんかね、いろんなのもあると思うんでね、みんなが1話から全部を拾い散らしてそれを全部松山さんにぶつけるっていうね、あの9時間耐久イベントをね本当はやっていただきたいなと思いますけれども、じゃあもう、じゃあ早速ですけど、さあここからは人形トマトバージョン 1.1 テレビアニメ第11話と第12話、チャプター11ヘッディバトル、チャプター12フラワーズフォーマシーンズの絵コンテに記されている内容とかを見ながらお話ししていきますと。もうあらすじ言っちゃう。チャプター11からいきましょう。ポッド153より報告、新たな機械生命体ネットワークの構築を確認、その中核はアダムが担っていると推測される。アダムの捜索中、機械生命体の大規模な暴走が発生、これはもう神になるですね。また同様の現象が地上各地で同時多発的に確認されている模様。司令部より全ヨルハ部隊を対象とした敵機械生命体迎撃命令が発令。現在多くのヨルハ部隊およびレジスタンスより交戦報告と支援要請が寄せられている。当局は 2B とともにレジスタンスキャンプ救援活動を開始する。そう、最後は最後でレジスタンスキャンプから黒煙が上がっていったところで10話が終わってるわけですけれども、まだ見てない人に仮にここを注目してってポイントありますか。これもやっぱりそのゲームにない戦いをしてるので、うんうんうん、まあ、ゲームをしてる人はその際を楽しんでいただきつつ、うんうん、まあ、それを知らない人はそのなんかこうアニメで初めて見るまた新しい戦闘みたいなものを楽しんでいただければなと思います。あのゲームやっててどでかいお魚さんみたいなと戦う時とかもそうなんですけど、違うところで戦ってるチームが実はいたりするわけじゃないですか。だからあのヨルハ部隊っていうのは何個かあるんですよ。それがもう各地でまだ一生懸命戦ってるっていう状態ですね。
まあ、それで11話っていうのもまたまた、ね、大変なんですけど、この11話で一番大事というか僕が意味をすごく濃く感じたのが司令官の私はまた繰り返すのかという言葉ですね、うん、これは司令官だけやっぱちょっとみんなとは違うポジションにいて違うものを見て見続けてるっていうことですよね。そうですね。ここのセリフもなかなか重てんだけど、冒頭のレコードが流れるじゃないですか、はいはいはい、すげえこう岡部さんをなんかこう無駄遣いしてる感じなんですけど、このためだけに新曲これ作ってもらったんですよ。ああ、そうなんだ。そうなんです。多分サントラにこれ入ってると思うんですけど、はい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 、ここだけか。ここだけなんですよ。めちゃくちゃもったいない使い方。はい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 。本当の冒頭も冒頭する冒頭オープニング前ですよね。そうです。このなんかこれをやりたいっていうのは そのシナリオ段階で自分の中であって、はいはい、まあ、あのレコードの装置を使いたい、で、まあ、そのいわゆるその残酷なシーンでいわゆるその優雅な曲が流れるみたいなことをしたくて、その発注の時にまあそういう風にしたいですみたいなんで、結局ここしか使ってないっていう。アンドロイドが機械生命体にめっちゃ教えされるとこですよね、はい、あーなるほど、確かにここでしかかかってないかも。でまあそれで月面人類会議さん、ほんとね、まあ、悪いやつですよこいつが、いろいろまあアンドロイドに言うんですけど、まあちょっとこの辺から嘘くささはみんな感じていくところですよね、この月面人類会議というのは。はい。で司令官とのやり取りももういつもいつも同じ、ずっとも嫌なやつですよどんなやつがやってんだろうな、ほんとね、よくないですまあ、そしてレジスタンスキャンプに向かって大軍の機械生命体が来てて、ピンチだよやべえなって時に、なんとかお体が治ったナイエス君がここに来て、まあ、事なきを得るというところですね。で特殊個体の適正反応を検知、特殊個体って一体何ぞやというところでイブさんでございました。ビジュアルは、はい、これはもうあえてこうイブにしたんですか。あ、そうですね。あとそのなんだろう、その集合体になるみたいな、うん、あ、そうか、イブになるってみんなが言ってたやつですからね。そこにかかってますし、あとその、うんうん、大元としてはあの FF コラボのいわゆるその軍隊のなんかこう、はいはいはい、アンドロイドがでかい 2B になるっていうのがあったじゃないですか、うんうん、あそこから一応ヒントをもらってるんですよ。あ、そうなのか、そうなのか。いろんなコラボもちょっとこうザザッとこう見させていただいて、そのなんかこうアイデアみたいなものをこう拾う中で、はい、やっぱあれが結構自分の中で印象的だったので、 FF14 コラボは聞いたらストーリーもちゃんとしててめっちゃ面白かったって言ってましたね。そこからの着想なんですね。はい、なるほど。それでそういったコラボも一応じゃあもろもろチェックしてると。そうですね。でその後変化するリンカネーションの方、はい、っていうところもそのちょうどまあお話をして脚本会議してる中でそのリンカーネーションがこう発表されて実装されてっていうところで、もう自分もちょっとこう触らせていただいて、いわゆるそのニーヤと名の付くものであるっていうところで、こうまあここに関しては若干詳しくは言えないんですけども、その出させてほしいっていうところを横尾さんに許可を得てみたいな。いや、これは一番想像してなかったです僕、うん。僕らが生配信した後にみんなで見てたじゃないですか、はい、その時も二人あれって、あの知らない、僕知らないから、はい、何人かであれこれリンガルじゃねってみんななるってのありましたね。なるほど。もうなんかやっぱこう見てるお客さんに驚きを与えられるかなっていうところでちょっとやらせていただいたって感じですね。コラボね、いろんなところでコラボやってるけど、確かにこういうコラボ、まあ、リンガルコラボと言っているかどうかわからないけど、世界線というかそのニーヤという一つの括りの中でつながってるものだから使いやすいかもしれないけど、はい、FF とかのとか着想を得てこういう形になって、なおかつそこがリンカネのボスにつながるっていうのはいいですね。面白いですね。これはこのアニメじゃなきゃ絶対ないことですか、ね、ないです。本当にあのご協力いただいたアプリポッドさんありがとうございます、うん、っていう感じです。でもなんか実際そのやっぱいろんなその FF もそうですし、はい、SOD もそうですけど、そのいろんな要素を入れるにしても、やっぱその許可取りとかも含めてニーヤはその辺に関してすごいみんな協力的、かつそのやっぱそれをちゃんと一行していただけるっていうあたりがやっぱ特殊だと思ってますね、うんうんうん、ここもでもこの進化っていうのに、そのイブの形に集まったみんなの集合体が進化してこのリインカネになるけれども、そこの頭脳部分というか頭のところにはもうアダムさんがいると。でアダムさんのこの言葉はすごい素敵ですね。私は人類に興味があった、その記録を読み解き人類の持つ複雑さに魅了されるばかりだった。そうですね。だってお勉強とか下着着たりとかね、ちょっとずつ人類っぽいことしていくっていう過程もありましたからね。だが分かった、記憶も知識も分かち合う相手がいなければこんな世界意味がないと。
ということで、もうイブさんがいなくなったということの喪失感っていうのがここでやっぱより色濃く出るってことなんですね。思った以上にイブさんっていうのに気づいてねえけど、まあなんで、ね、依存してるじゃないけども、そういうところで、まあ、人間もありますからね、あの失ってから気づくじゃないけれども、かけてから気づいちゃうっていうことですね。ちゃんとあの片割れという言い方だっていいのかな、負担ニコイチだったってことなんですね、この人たちは。でここからもう大暴れしてもファイナルバウトに行くんじゃねえのみたいな感じですね。その時にあのこれがまた中二心をくすぐるやつですね、リリーさんが武器屋に例のあれを準備させるだこれも一応伏線として武器屋がとっておきだって用意してるぜっていうのはとっておきはこれなんですよ。ああなるほど、言葉にはしてないですけど、はいはいはい、なるほどレジキャンの門のところにいわゆるそのエンゲルスの巨大なカッターとか置いてるのもここで使いたいから、あそこで見せたりとか、なんであんだろうぐらいは思ってたけど、そうか、もうそこはシナリオ段階で一応その頭とケツの設計を自分の中でしてたので、使うからここに置いとこうみたいなとか、あと武器屋にああいうこと言わそうみたいなって感じでした。いやーなるほど、いいですね。でここで俺リリーがまた一つ一皮むけたじゃないけど、はい、もう一歩リーダー像としてより強くなれたんじゃないかなって気もしましたね。なんか同じセリフを言うんですけど、うんうん、またその意味が違って聞こえるっていうのがいいなと思いますね、うんうん、あなるほど、来てるやつはついてこいっていう感じが、うんうん、逃げるためにっていう意味ではなく戦うためにっていうことになるわけですもんね、はい、いいですね。いやーなるほどな、そういうところも狙いもあったんですね。そしてパスカルがかっこよくダニエス君を助けるところとかもありますね。これはもう結城さん的には、中の人的には救えてよかったんじゃないですかでカバンの中身がついに分かるって感じですね。そうですね、どんぐりとティッシュではなかったと、うん、ここってのはもう別にあのどう遊んでもいいっていうわけじゃないけど、いじり方としてはそういうのでもいいよみたいなことだったんですか。いやこれも特になんか指定されたわけではなくて、はいはい、まあ、そのカバンをいじったってことは、まあそのカバンの中身を用意しなければいけないっていうところで何入れようみたいな、はいはい、あの大きさだからやっぱりこうどんぐりだけってわけにはね、どんぐりだけってわけにいかないだろうしみたいなっていうところで、なんかその新しい武器を見せることで、あこういう武器もあるんだみたいな驚き、まあ、かつそのゲームにはないその出現の仕方、うんうん、かつそのゲームにはない絶対回転しないものを回転させるとかも含めて、こう盛り上がりが出るなっていうところと、ここでかかるオープニングっていうところですね。このオープニングもなんか音楽をどう決めるかっていうその表みたいなのがあるんですけど、まあその表の中で自分がそれを指定するんですけども、初めの段階でここでオープニングかけるっていうのは自分の中で決まっていて、そのオープニングかけるのもおそらくニーヤを好きな方々のファンからすると、そういうアニメじゃないだろうみたいなことを思ってる中で、このオープニングかけられてちょっとこう盛り上がりを作れたのは良かったかなと思います。なるほどなるほど。これ曲ってどう決まったんですか、あのエメさんのとか、アマザラさんはニーヤ好きってのは知ってるけども、エメさんのオープニングってどういう形で決まってたんですか。これじゃあエメさんどうですかって言われて、うんうんうん、あエメさんですか、じゃあ全然あのこちらとしてはお願いしたいですっていう形で、なんか提案されたことに対して全然違和感なくお願いしたで、上がってきた楽曲聞いて、おいいじゃん、あいいじゃないですか、さすがですって言ったんです。にくいですよねあの曲。そうですね、あのちょっと前奏にぽい音入れてみたりとか、おい、ぽい音階入れてみたりとか、にくと思いましたそれがやっぱその曲を聴いてて、うんうん、これは最後の盛り上がりもう一回使えるぞみたいなっていうのが自分の中でこう固まったというか。エスカレートって言葉もいいですからね。そうです、どん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 みんなの気持ちが上に上に上がっていくところだから、その 2B が強化個体と戦うあたりも、そのいわゆる戦闘においてやっぱその体験の役場の方をこう、うんうんうん、見せるシーンみたいなのも必要だろうっていうところと、あとはやっぱその 2B が難なく敵を倒すっていうこと自体がやっぱりこうどんどん飽きてくるじゃないですか、うんうんうん、2B とこう対等に戦える敵もいるんだぞみたいなところをやっぱこう見せるっていうところで、より強いアクションをできるんじゃないかみたいなところで、あの3体は出させていただいて、まあ、見事なんかうまくはまってかっこいいアクションを描いていただいたって感じですね、うん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 、そのアクションの後はですよ、次はナイエス君のターンと、はい、でナイエス君がハッキングをぶちかますと、ここで完全に見えました赤いやつが見えましたね、完全に赤い人が走ってきましたこれはもうここはもう見せたんですね。あ、そうです、見せですね、もう走れ走れと、はい、完全に走ってきて、ああ走ってる走ってる、まあ、ちょっと今横で見てたんですけど、ここはもう見せちゃおうってことなんですね、はい、で電脳空間の中での戦い方をこういう表現をしてると、
うん、この背景とかってこれどうやって決めてたんですか。これはもうそのシナリオ段階で自分がこういうイメージですっていうのを書いたのを、うん、地下鉄っぽいのを出してみたりとか。そうですね。であとはその後ろにこうアダムとイブの机にあったでっかいキャンドルのものが奥にあったりとかっていうのはもうそのイメージで自分が作らせてもらったって感じですね。で最後に大爆発をする方向に向かって、これは要はあのハッキングをして動かしてるって、ダイヤス君がいざなってるってことなんですよね。そうです。でまた例の長机が出てきて、その長机の中で大変なことになってる中も強烈なもうぶっ刺しの絵でこのハッキング空間が一回落ち着くと。で移動先が終わったところでミサイルぶっ破して一回落ち着いて、いよいよトゥービーちゃんがナインエズですね。ナインエズですね。ほっこりすると。ほっこりしたんですが、まだまだ生きている敵がいますってところで、この11話おしまいというところですが、まあこの11話はもちろん大切な戦いだし、情報としてはもう赤い少女もしっかり見せちゃうというところで、あれあれまだまだ何かあるなと、当然この11話のこれが単なるラストバトルではないなってのが皆様にも伝わったところで終わったんじゃないかなと思います。そしてじゃあ12話もいっちゃいましょう。はい。冒頭はまあどうやら生きてるやつがいるっぽいよと。で司令官のこの言葉ですね、私たちには神が必要だ、それたとえそれが存在しなくてもっていうので、もう人類はもうダメなんじゃなかろうかっていう、みんながうすうす気づいてることがほぼほぼ一番深い場所にいる司令官が言うことによって確信に変わったんではなかろうかというところですね。で特殊個体の信号を検知したところでオープニングが入り、クレーターの底の方に進んでいきますよと。そうすると破片がぐらぐら集まっていくと、これは 2B にアダムの記憶が流れ込むのか。はい。これってのはどういう表現というか、何を 2B というか視聴者に伝えたくて、この逆ハッキングといいますかを入れたんですか。ここはそれもやっぱアダムがどういう最終的な気持ちというか、何かその何をその死に際に思っているのか、ただな、まあ、ただの悪ではないっていうことな、そうですね、走馬灯みたいなものをこう見せるみたいなことを、そのもうきっかけをそこで作ったみたいな感じです。でもそれの走馬灯を見たことによって、全部がまあナインエス君がとどめを刺したんで全部が終わったかなと思いきや、ナインエス君が皆さんが何度も言っている赤くなるやつですね、目が。そうです。目が赤くなるっていうのはもう汚染というやつですね。それでもう要はもうウイルスに感染したという状態でございまして、でここがもう名シーンだったんですよね。ナインエス君は割とそういうことで何回か爆発して新しい機体に戻ってきて普通にしてるんですけど、その毎回毎回データをアップロードしてるけど、そのずっと毎秒毎秒アップロードしてるわけじゃないから、アップロードしきれてないところのナイアス君はいなくなってしまうわけですよ。それをちゃんと言葉にして、あの大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることができるから、巻き戻るなんですよね。そうやって強がりいった時にトゥービーちゃんが、それじゃあ今の君は戻ってこないって、これはまた素敵だなって。今まではそんなこと言わなかったんですけどね、トゥービーちゃんも。これを言うのも素敵ですね。ここら辺はゲームとかでもこういう感じのことはありましたが、でもうナインエス君はもうもちろんあの体というものはね変わりがあるんですけど、今のナインエス君はもう汚染されてしまってるんで終わらせてあげなければいけない。それでナインエス君はトゥービーちゃんにもうはっきり言うと、もう大好きなトゥービーちゃんにも終わらせてほしいということを言うわけでございますね。ここはなかなか強烈な絵ですよね。そうです。これはもうゲームで見たとき衝撃的でしたね、やっぱり。これはでもアニメでやっぱりやる必要があるシーンですよね。ここが気合入れてたら全部の気合入ってるので、ここ辛いですか、やっぱこれは作ってて。そうですね、いろんなその作画的な辛さも入ってますね。まあまあまあ、それはもうスケジュールがシビアっていうのもあったんだけど、スケジュールの辛さもあります。でもここは美しく見せなきゃいけないから本当に大変ですよね。そうですね、ムービーシーンってあの、実は作画リスクが高くてですね、まあこれも長い話になっちゃうから、まあなんかいわゆるそのムービーの美しさ、やっぱりこうアニメに映し替えるとすごい一般的な作画よりよりこうなんかコストがかかるんですよね。だからいわゆるムービーシーンが多いから答えがそこにあるから、じゃあそれ映し替えるの簡単じゃんって一見思いがちなんですけど、実はとてつもなく大変なんですよ。そうか。だから今回の話すムービーシーン多い、はあ大変だっていう風になるんですよ。みんなが一度見てるけど同じであるわけにもいかないし、その美しさを下げるわけにもいかないしみたいな、違うものにするわけにもいかないしみたいな、
という。で絶望で、まあ、悲しみと絶望で終わるかなっていう時ですが、周りの機械生命体の目がピカピカ緑色に光ってって、もうちょっとナイエス君が自分のパーソナルデータをばらかして他の機械生命体の体の中に残していたと。つまり今のナイエス君が残ってたってことなんですよね、これは。はい、でトミーちゃんがよかったっつって、ここら辺はもう感情を持つことは許されてないって言ってたけど、もうゴリゴリ感情ですもん。もう感情ですでも素敵な話で、ここでいよいよエンディングテーマが秘蔵校が出てきましたね、ウェイト・オブ・ザ・ワールドが。ここでこれをね2分近く流せたことは最高でしたここでおーエンディングだと思いました。そうですね、ただここでチャンネル切った人いるのかなってちょっと心配になりましたけどあーなるほどね、違うんですよそうなんです、これはまだ A パートなんですよ。そうなんです、これ A パートで、まあ、1個のエンディングを見せてくれたということですね。まあ、それでみんな一つのエンディングを見たけど、まあ勘がいい人は分かってるんですよ、何が始まるんだっていうの、うん、でアイキャッチの間にもいろいろな他の横尾さんのメッセージもありますけれども、それももう俺が言うまでもない、みんなが調べてみんなが知ってる。もうで前の話ですね、これはアダムス戦の2時間前オーバーホールしてる時に変なノイズがあったから、あの好奇心旺盛のナイエス感、それは調べに行っちゃうんですね、簡単に言うと。で調べに行って調べに行った時に、なんか女の子の声しちゃうんですね、あれあれと。でなんかそれでなんか変な様子のおかしいぞという感じになってるところに現れるのは赤い双子の少女と。で声がどう聞いても少女じゃない、赤い少女赤いジョージが双子のジョージが面白いですね、双子のジョージさん、双子のジョージさんが出てくるわけですけども、夜が来たいないやつようこそと。でここでまあアンドロイドを常に監視している、まあこれはでも赤い少女っていうのが何者かっていうのはゲームをやってる方は分かるんですけど、これが何者かは言わなくていいんですかね。そうですね、まだ、監視をしている人ですね。いろんなもう暴力の形で、あるいは憎悪の形で、あるときは狂連の形でと。まあ、これは完全にあの機械生命体に与えたと言っているけど、アンドロイドがどう対処するかって言いつつも、アンドロイドもそれに近しいもので返していくっていう感じを僕は覚えておりますが、真実の果実は与えなくてはならない真実をというのも、言ってることがもうほぼほぼ神の領域のことを言ってるわけですねまあここで夜波会議、夜波計画というものがもうどういうものかっていうのが、ナイエス君が知ってしまうってことなんですよね、ここで。はい、そのハッキングしたことによって、まあ、それは知ったのか、あの赤い双子のジョージさんたちに知らされたのかは難しいところですけれども。で9号がそうなんですよね、これは夜波来て9号という言葉であえて言いますからね。ゲームとはまた違う膨らませ方じゃないですか、はい、ここはどういう感じで作っていかれたんですか。これやっぱその小説版からの、その引用じゃないですけども、その流れをじゃあどう本編に組み込むかみたいなところで、まあ見てる人はその初見の人は何のこっちゃみたいなこととは思うんですけども、そこがよりこう作品に深みを与えてくれるかなっていうところで、まあその9号をぜひ出したいっていうところで。なるほど、割とこの B パートを作ることによって、まあ、結果的に、ね、続編っていうか、まあ、続きをもうちょっとやらさせていただけるっていうことは発表されてますけど、これを皆さんにどういう気持ちで見てほしいとかあったんですか。ここはこれを見てどんな気持ちになってほしいとかあったんですか。ここのアニメしか見てない人はちんぷんかんぷんみたいなことだとは思うんですけど、まあ、アニメは結構そういうことは多かったりするので、そんなに気にならないのかなっていう、まあ、ただ現状今のその時勢に合ってるかどうかはまあさておいてなんですけど、まあもちろんそのゲーム知ってたりとか原作知ってる人からすると、まあ驚きとして、映像として出てきたっていう驚きとして迎え入れられてもらえるしっていう、アニメはまあいずれその理由が分かったりとかっていうのも含めて用意はするのですが、現状その分からなくてもいいと僕は思ってはいますね。まあ、知りたい人はゲームとか振り返るものでちょっと保管していただければってことなんですかね。ここは確かにでもゲームとは違うんですよ、また完璧にそのゲームのまんまじゃあ拾ってますかさ、また違う見せ方をしてるし。そうですね、ゲームがこれが出る段階ってもっとなんていうんですかね、状況として絶望的な状況というか、えらいこっちゃの時にこれに近しい、これじゃない、厳密に言うとこれではないんだけど、これに近しい
シーンはあったりもするんですけど、それとは違う、特にそれとは違うタイミングで、しかも A パートのその大団円っぽいところの前にこういうことが実はあって、それを知った上でナインエース君がいろいろ動いていたということを考えると、果たしてどうなんでしょうっていうところで、エンディングアンチの実がかかると、二律背反がかかると、もう一回エンディングがあるという、うん、こういうことでございますね。まあ話そうと思ったらまだまだ山ほど話せるんですけども、もうでも一応 C パートも先にお話しますけど、 C パートがね長いのよ今まで我々の知ってた C パートじゃない長さだったんですよ。長かったですねこれは誰がここは作ろうとしたんですか、この C は。いやまあもちろんゲームの流れで入れるしかないっていうあれですよデボルポブロがまさかこんなに大活躍するとは。あ、10話か。あ、そうですね、10話がデボルポブロか。そうですね。でもあれはなんかもともとぶっちゃけたお話をいたしますと、はいはい、あのデボルポブロのこう超長いその C パートなんですけど、うんうん、そうだそう、これ今俺順番ガチガチで、こっち側そういうふざけた C パートじゃねえわ。あ、そうですね、ごめんなさいごめんなさいふざけてるわけじゃねえけど、10話はそうだ、人形劇の方の10話の C パートで言うと、はいはいはい、あれはもともと C パート自体がそのいわゆるゲームが絶対これは尺がショートするからっていう意味合いで、あの C パートをまあショートプラス情報の伝達って意味で入れてたんですけど、まさにそれを体現したっていうところだったんですよ。なるほどなるほど。あれ以上本編を膨らませるとそれはテンポが悪くなるし、なんかこれじゃできないっていう、でかつこの話数のいわゆる内容がデボルポポルであるっていうところがこう神がかって膨らませることによって尺をこう伸ばしたんです、ストレッチしたんですけど、あ、その C パートを。そうです。ただそれがこうまさにそのデポポポ出番が少ないっていうところに超サービス界っていう意味合いでもこうカバーできて、奇跡的なことが起こったなと僕は思う。あそこ尺調っちゃ尺調だったんですね。そうです、一応尺調だったんですけどあのいろんなものが合致してよかったっていう、まあ、俺たちは見てる我々はあの C パートは短いもんだと思ってましたからね、はい、そこら辺はなんか逆手に取られた感じがして、あれそうだ、あの話してなかったね、ごめんなさい、あれあれで面白かったですけども、で今回の C パートはこれゲームでもあった予告みたいなやつですもんね。そうです、ゲームでもこういう感じの予告はあった、まあ、部分的に若干変えさせていただいてますけど、うんうんうん、で完全にこれで続編がありますせということでございますと、はい、でラストにも暗号が出ています。記録によって得意点交代の可能性が示唆された、機械生命体との戦いの突破口になりうるだろうかと。果たしてこれはどういう意味なんでしょうね、わかりませんで最後はエンドカードまた見てねと、フォーザグローリーオブマンカインド、人類の栄光あれで終わったというところでございますが、じゃあちょっと皆さんからのメールもちょっと行こう。ゲイラビーズさん、ジェイチャーで DOD の母体がと思いきやリインカネのエネミーデカザコではないですか、リリース初日から毎日プレイしている身としては、我が子はデビューしたような気分で嬉しかったです。結構ピンチな場面なのに可愛すぎて笑ってしまいました。まあそうね、スタッフさんの中にもリインカネプレイヤーがいらっしゃるのですかと。これはまあ監督がまあやってたっていうのもあるし、はい、それいろんなクロスオーバーをしたいっていうことですよね、先ほど説明いただきましたが、はい、うん、ここは僕も全く予想しなかったから驚きましたね。でも喜んでくださってる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。じゃあもう一回いきましょう。 A2 大好き野郎さん、ポッドのポッドキャストいつもチップ厳選のお供に聞いていますチップね、毎回毎回詰め替えいろんな遊び方してるんですね。ニーアニメ一段落かと思っていた矢先に、シールートアニメの予告映像、嬉しさと制作陣の手の速さに脱帽ですとね、大変な作品なのにね、作ってくれてありがたいよ。というか活躍するシールートもアニメ化してくれるなんてもう人生に思い残すことはありません。そうかそうか、 C パートでやったのがこの先の話とか、シールトという言い方ができるね。 A というのアクションはもちろん、機械生命体やボードとの掛け合いが今からとても楽しみです。アニメ制作に携わる方々本当にありがとうございます。安本さんのポッドキャスターも楽しみにしています。ポッドキャスター続編まだやるかどうか、やる、まあ、やるかな、やると思います。そうか、 A2 全然出てねえもんなようよう考えると、あの最終回チラッと無言で映ったとき、そうですねそうか、それは良くないですね、そう考えれば。まだ活躍がこの後ご期待くださいっていうところで、うん、だいたい元々のそのキャスト発表の時とかでもね、ゲームではもちろん発表されてて、アニメの時でも結構まあメインキャラ、まあ、主役3人のうちの1人で、本来1人だけですから、はい、それはドカーンと出てるけど見てない、まあ、本当数えるぐらいしか3回4回しか見てない、見てない気がしますが、ここから先をやっていったら、まあ、きっと活躍するだろうと、はい、大活躍します。いうことなんで、皆さんこの先も楽しみに待っていただけたらなと思います。
もう一個ぐらい行きましょう。もういけるだけ行こうも今日は。先の展開についての予想みたいに、自爆ユニット装備大型逆関節、第2クールでは夜波計画の創始者関連の掘り下げはあるのでしょうか。9S の記憶領域に埋め込まれている人類時代の記憶みたいな描写が得られたので期待します。まあ9号ですからね、どうなんでしょうね。はいかいいえで答えの難しい質問だと思うので何か匂わせをくださいと。あの楽しみにお待ちいただければという、まあ僕はここはまだ何も聞いてないです。ここだって掘り下げようと思ったらここから先の方がむしろ掘り下げやすいと思うんだよな。あの朗読だったりとかでも広がった世界もあったりもするけど、そこでの落とし込みとかもあるし、選択肢は山ほどあってどこを取捨選択されるかっていうのは僕らも分かんないので、監督の中であるかもしれないし、メインチームなので、ね、スタッフサイドの中でも決まってるかもしれませんが、僕はこういうのをあんま聞かないんで、皆さんと一緒に待ちます。だからにわさなしですね。はい、なしです。じゃあ最後ちょっといろいろちょっと、エミールをご神体にしたのはなぜですか。なかなか出しづらかったのでああいう形にさせていただきました。ご神体っていう発想おもろいっすね。あ、そうですね、あれはなんかうまいこと落とし込めたなっていう自信があります。あ、今のはもういろんな方から来てるんだけども、アイスさんですね。例えば、次鴨井さん、キャラクターや脚本作画、横尾さんの要求に対する対応など一番苦労されたことはありますか。もうみんな横尾さんやべえ人みたいに扱ってますと思うじゃないですか、はいはい、全然横尾さんすごい真摯にあのシナリオ会議に取り組んでいただいてるんで、なんか無茶な要求とか全然ないんですよ。だからまあその1話の内容のあれとかは別として、基本的にはなんか むしろこちらからこういう横尾さんこういうふうにしたいのにどうですか、大丈夫ですかみたいなやり取りの方が多かったです。絵とかに関してもあんまり横尾さん言わないですか、ね、全然言わないです。比較的やりやすい原作者だったんですね。めちゃめちゃやりやすかったです。むしろそのやりやすいしすごい頼もしかったです。ここはもう横尾さんにちょっと確認すればっていうような、こう大丈夫だみたいな感じの頼もしさがありました。なるほど。じゃあ最後にあの僕からの質問なんですけど、はい、第2期第2シーズンをやるということに対して意気込みを語ってください。難しいな、死なないように頑張りますとしか。そうですね、あんだけ大変なやつよりは大変じゃないといいですね。そうですね、あの大変じゃないよりはちょっともうちょっと抑えたら大変にしたいかなと。というわけでございます。僕自身もなんか知らないことも多々ありますし、多々あるというかほとんど知らないし、みんなと同じぐらいしか知らない情報ない状態でこれから先も挑んでいきますので、皆様と一緒に僕自身も楽しみに台本を待ちますから、皆様作品の方を待っていてください。お願いいたします。はい、じゃあここから先お知らせいきましょう。アニプレックスよりアニメニーオートマタバージョン 1.1A 7分の1スケールの 2B フィギュアが登場します。受注受付中でアニプレックスプラスにて購入のお客様には早期予約特典と購入特典が付属します。特典にはキャラクターデザイン創作画監督の中井淳さんが書き下ろしたイラストを使用、ぜひお買い求めください。早期予約特典は9月3日日曜日まで、詳細はアニプレックスプラスの公式サイトをご覧ください。非常によくできていて、後ろから見たらありがたいってプロデューサーも言ってたから、非常にありがたいフィギュアでございますので、ありがたいものが欲しい方はぜひ皆さんもこちらの方をチェックしていただければと思います。さらにバンダイスピリッツの稼働フィギュアシリーズ SH フィギュアーツから、2B に引き続きダイエスも登場します。ゴーグルオフの交換用表情パーツなど、オプションパーツも豊富に付属しておりますと。一部軟質パーツを使用し稼働を邪魔することなく躍動感のあるポージングが可能、別売りの 2B と並べて撮影することで印象的なシーンも再現できます。オプションパーツとしてポッド1号さんが付属、専用台座を使用することで 9S と会話しているシーン再現も可能にと。詳細はバンダイスピリッツ公式サイト魂ウェブをご確認くださいと。まあどうせなら2体並べてあげてほしい気がします。なんか可愛い娘と可愛い息子なんでね、並べて皆さんに遊んでいただきたいなと思う次第でございますんで、膝の裏とか思いっきり見てください。お願いいたします。そして、今回もですね、松山さんがボードのポッドキャストのリスナーのために買ってきたドイツ土産ございますと。ドイツで今回発売された書籍、小説ニーヤオトマッター短い話、横尾さんのサイン付き、こちらを1名様、もう1冊の方ですね、もう1冊の方に横尾さんのサインが書いてありますが、ご注意ください。ハードカバーのでかい超かっこいい本なんですが、ドイツ語です。全然読めません。あ、ドイツ語読めるって方でもいいですし、読めねえけど欲しいっていう、ね、人でもいいです。ただドイツ語ということだけはあの皆さん頭の中に置いておいてください。そして、増山さん購入のミニカーに横尾さんのサイン入りで1個ずつ計2個ですね、ワーゲンのバスですね、ちょっと引くと進みます。あのチョロ Q スタイルですね。
これめっちゃ可愛くて、そうですね、いいですね、横尾さんのサインが入ることでよりなんか可愛さが増して普通に欲しいと思う感じですね。確かにいいですね。このワーゲンバスですね、日本でね、人気があるんですけど、これ鉄の塊だからメンテナンスが大変っつってなかなか新しい新型モデルが出ないでおなじみのワーゲンバスですね。そしてもう一個はあのビートルですね。もうこれはもう完全になくなっちゃった車ですね。これもあの押したら走るチョロキュースタイルです。こちらの方じゃあ、ミニカーが2台ですね、はい、ちょっと大きめのミニカーが2台ですね。これが1台ずつということでございます。そしてクランチロール主催のパネルで配られたポストカード2枚セット、増山さん、中井さん、松本さんのサイン入り、抽選になりますから皆さんご応募のほどよろしくお願いいたします。テレビアニメニーオートマタの公式ツイッターをフォローして対象のツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選で、当てたいと思いますので皆様ふるってご応募のほどお願いいたしますと。さあというわけでございまして、ポッドのポッドキャスト第10回、あ、トータル16回か、なるほど、はい、全部聞いてくださった皆さん本当ありがとうございました。ただのオタクがずっと喋ってるだけの謎の回とかもありましたが、本当ね、あのお耳越し申し訳ございませんでした。そして2回にわたってゲストで来てくださった監督、本当ありがとうございました。ありがとうございました。どうですかこうやってやってみて。また同じですけどあっという間でしたね。なんか本当にこう言いたいことはたくさんあるし、その感謝の言葉を伝えたい方もたくさんいて、もしなんかこうキャラクターデザインの中井さんにも、ね、そうですよね、出てほしいと思ったりするので、うんうん、ちょっとここで終わるのはもったいないなっていう気はすごいしてます。一応第2シーズンの時もやるかもしれないです。多分やる、 やるですやるます。だからそちらの方でもね、また今まで来てくださってない方とかにもね、ゲストに来ていただいて、いろんなお話を伺っていけたらいいなと思います。次のシリーズどうなるんですかね。どうなんですかね。いやまあ本当にあの鋭意制作中なので楽しみにしていただければと思います、うん、はい。その前にはね、皆さんが監督をね吊るし上げるウェアって監督にできるイベントがあればいいなと思います。僕とかはねキャスト云々じゃなくて、この作品に関しては制作者サイドのお話をいっぱい聞いた方がより楽しめる気もするんだよな。もちろんキャストの話も面白いから、皆さんにお届けできる機会があればとも思うけども、踏み込んだお話もしてあげられたら素敵なんじゃないかなと僕自身は思うので、そういうことができるようになるにはですね、皆さんの応援がこれからも必要です。しばらく間空きますですが、それまで火を灯さないように何度も何度も見て、新しい気づきがあったらハッシュタグつけてつぶやいてください、スタッフはずっとエゴサーチをしますんでよろしくお願いいたします。というわけで、そろそろポッドのポッドキャストお時間でございます。お相手はポッドザレオ人役の私安本博樹と、ニーアオートマタバージョン 1.1 へ監督の増山亮司でした、第2期もよろしくお願いいたします。お願いします。引き続き推奨、ポッドのポッドキャストの積極的な視聴。